伊豆長岡温泉伊豆長岡温泉の位置、伊豆長岡温泉は、静岡県伊豆の国市にある温泉。戦後に急速に開発され、伊豆長岡とニラヤマチック合わせて200本程度の井戸を開発した結果、温度低下と良い量が激減した。そのため、泉出保護を目的とし、伊豆長岡町温泉事業共同組合により、温泉集中管理組合を先駆的に導入した温泉地である。 40本近い源泉と周遊館により一方通行循環供給を行っている。ピーク時の夕方以降に備えて貯闘層を2期備えている。自家源泉を所有している施設は宿泊施設の規模や利用状況に応じて実施施設で自家源泉を使用し一部を周遊館に放流する形式となっている。自家源泉がない施設はその規模に応じて 廃油館の共同源泉を引導する。廃油館の総延長は1 3トル周遊館の総延長は3 8トルである。温泉街は、源氏山を挟んで、西側の長岡地区、東側の小地区に分かれる。昔は別々の温泉名で呼ばれていたが、現在は、両地区を合わせて、伊豆長岡温泉と呼ばれる。高度成長期には、 歓楽街的温泉として栄えたが、最近は女性サービスを全面に出した飲食店は減り、源氏山七福神巡りや女性客も楽しめる、芸儀祭り、眉玉飾りを開催するなど、地域の文化や伝統芸能を残した観光へ力を注いでいる。温泉街は低山に囲まれているが、いくつかの旅館からは富士山が眺められるところもある。伊豆長岡温泉は、 長岡温泉と小温泉が合併してできた。全国の温泉街が衰退傾向になり始めたバブル崩壊の際、東温泉は元より比較的安価な価格設定が多かった上、コンパニオン接待や当時はまだ珍しいインバウンド需要を積極的に取り入れるといった別路線で多くの施設が危機を脱した。しかし、1998年に 伊豆建館道が、修善寺まで開通し、修善寺温泉などと競合関係になったこと。2010年には、伊豆建館道が、東名高速道路沼津インターと直結したことで、静岡県中東部、神奈川県西部から、日帰り県内となり、宿泊需要が減少。同時に、近県の伊沢温泉、河口湖温泉、三谷温泉などが、インバウンド需要の取り込みに注力したことで競合が、 激化し、2010年頃より廃業に追い込まれた宿が急増している。閉館が続出しているのが2010年以降のため、多温泉に見られるバブル期に閉鎖され、明らかな廃墟となっているような建物は見当たらない。長岡温泉駅、バスターミナル、伊豆長岡駅などと結ぶバスが発着する第31巻家庭2年4月8日、第33館人事元年9月8日、 特急バス運行開始、ありがとうございます。